Guys, welcome back. It's your man Eddie Bo back with another episode, number 17. Luffy successfully saved Ace. Now we're about to see the outcome. Will he get away? Will this be the end? Man, we're about to find out right now on the next episode of One Whoopies. ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所にようあれ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け。白ひげ海賊団。そういうことって、ちょっと待てよ、親父。演技でもねえ。 一緒に新世界へ帰るんだろう。親父。お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。俺は時代の残党だ。新時代に 俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。やだ親父。船長命令だ。行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ。 海軍。おやじ。エース、行こう。おっさんの覚悟が。分かってる。無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。 俺が親父でよかったか。もちろんだ。ラララララララ。
なんという失態だ。奴らを逃がしてはならんぞ。エンサルフィ君、船へ走れ。お前さんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえ。道を塞いじまうのが早いか。氷、俺の炎で溶かしてやる。一回来ました。やけどするぜ。逃がさねえと言ったはずだ。やけどするぜ。親父を置いていくなんて嫌だ。急げ。親父の言う通りにするんだよ。決める。
止めろ。誰一人逃がすな。兵士が解放されりゃあとは海軍を食い止めるだけだ。ちょっとそこどいてくれるか。広場が真っ二つに裂けたかと。白姫、まだこんな力を。奴は本気でこのマリンフォードを海に沈めるつもりだ。己の命と一緒にな。おっと、危ないじゃないの。敗北者じゃき。エース。敗北者。取り消せよ。今の言葉。逃げられねえよ。
敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせ。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールド・ロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。そうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。レイゴー、どれ。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよ、ルフィ。何言ってんだ、エース。死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ、ルフィ。俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。
はいい。